皆さんこんにちは、さちです。皆さんはインスタグラムや SNS の広告でこんなの見たことありませんか？メイクアーティストが推奨したこのコンシーラーを使って以来、私はもうファンデーションを購入していません。ベースメイクは1分で完成します。顔のニキビ跡やシミ、肌色のムラは一塗りで隠すことができます。肌はしっとりして粉浮きはありません。近くで見てもニキビや毛穴が見えません。はい、というわけでこのコンシーラー系の CM広告なんか結構出てくるよね。で、インスタグラムで私は見かけたんだけど、値段がね、結構違ったのね。インスタグラムから購入すると、1個2、3000円したりとかするけど、Q10とかで見ると1000円以下だったりして、だからちょっとみんなにも気をつけてほしい。というわけで、はい。カラバリがね、3色だったんで、3色とも購入してみました。まあ、レビューにもね、最初から、まあ、思ったよりちっちゃいみたいな、まあ、コンシーラーなんで、そんなたっぷりは使わなくてもいいのかなって感じなんだけど、まあ、動画を見る限りではもう全体的に塗ってるから、どうなんかなとは思いながら購入しましたけれども、まあ、まず開けてみよう。こんな感じ。でね、Q10で見てたんだけど、まあ、様々な血管を簡単にカバーしてくれるというので、顔カバー、クマを隠す。で、待機を隠す。どういう意味なんだろう。あと、タトゥーを隠すこともできる。で、これ見て。クリームが水に触れるように見える。クソって何？意味わからん。どういうこと？シミ、クマなどの肌の血管のことをクソって呼んでるの？大胆すぎねえか？口悪いなって感じだけど。はい。でね、カラーが、01番がアイボリーホワイト。象牙の自動化って書いてあるけど、なんでか知らんけど。で、02番がナチュラルカラー。ナチュラルホワイトとも書いてあるね。で、3番が裸ベアージュ。裸ベアベージュ。だけど上にはヌードベージュみたいなことが書いてあって。もう、何がどうなっちゃったんだろうって感じなんだけど。まあまあまあ面白いからね。いいけどね。これでどれがどれなのかな。ああ、わかったわかった。123ね。よし、123と書いてありました。はい、これが象牙って書いてあるから、一番最初のアイボリーホワイト。色味はこんな感じね。02番がナチュラルカラー。ナチュラルホワイトね。これがナチュラルホワイト。で、3つ目が裸ベアベージュって書いてあるやつね。はい、これが03番のヌードベージュってことで、3色こんな感じです。ちょっと色味がわかりづらいかな。1色ずつちょっと色をチェックしていきたいと思います。まず01番。01番こんな感じね。これ、こんな感じ。結構白っぽいよね。まあ、お顔に塗ったらどんな感じかはまだわかんないので。で、次が2番の自然色。ああ、こんな感じ。うん。ちょっとピンク味があるね。赤みが少しある感じですね。で、三つ目のヌードベージュね。ヌードベージュはこんな感じ。ちょっと、黄みがかってるかなって感じよね。こんな感じですね。はい、1番、2番、3番の色味はこんな感じです。どうかな？私にはどれが合うんだろう。言うて3番なのか、真ん中かな？ちょっと実際肌に乗せてみたいと思います。まず1番。見てわかるようにカバー力は相当高い。で、次が2番ね。あ、2番がちょうどいいかもしれないな、私には。うん。うん。で、3番。3番はだいぶなんかちょっと土系色っぽい。だいぶ暗め。うん。というわけで私は2番かな。うん。2番がちょうどいいかもしれないなと感じました。うん。まあ、コンシーラーなんでね。この動画の広告みたいに全体的に塗る必要はないと思うんだ。
なんかあの自分のほんとクマだとかあざだとかちょっとシミが濃いところだけをまあポイントで使えばいいかなとは思うんだけど、まず私には02番が一番合ってたかなと思うので、全体的に一応ねその塗ってみたいと思います。どんな感じになるのか。結構ねテクスチャーとしては本当に少し固めですね。なんかマーシュフィールドとかそっち系の本当ちょっとしっかり硬い感じの。すごいすごいわ。とりあえずあの本来はコンシーラーだからこんな風な使い方をするわけじゃないんだけど、まあ、広範囲でね、例えばあざだとかこうあの気になる部分がある人、ウリタジューシーさんみたいに香りタトゥーがあるみたいなさ、なんかそういう人だったらもう顔に全体的にこんな風に使うんだろうと思う。うん。でもすごいよ、舞台映えはするかもね。うん、動乱みたいな感じ。まあ、これはコンシーラーなので、本来はこういう使い方じゃなくて、ポイントでね、自分のあざとか、そういうのを隠すためのものだと思う。うん、ほくろもバッチリ消える。すごい。すっごいです。うん、特になんか嫌な匂いがするわけでもないので、なんかあの、いつもの私の、なんかこういう、海外のこういうものって、ふーってなったりするんだけど、それは平気。平気でした。もう、シミもそばかすももう、完全に消え去るコンシーラーですね。強力なコンシーラーと言っていいと思う。うん。これは相当濃いあざがある方もいけるかもね。うん。すごいよ。すっごい。ね。これはすごいわ。はい。というわけで、擦れに強いんでしょうか？どうでしょうか？うん。ついてはいるね。ティッシュで今擦ってみたら、だいぶつくはつくな、やっぱり。擦れにはそこまで強くないかもしれない。今、ただね、これ全体的に塗っているから、こういう風ななんか剥げた部分がすごく気になっちゃうけど、あの、ポイントポイントでね、使う分には問題ないかなって気がする。うん。はい、すごいですね。とにかくすごいっていうことはわかる。はい、というわけで、このノボ、すごくね、9点で買うとめっちゃ安いので、インスタグラムから買わないことをおすすめしますね。うん。これ結構良かったです。うん。匂いも気にならないし。けどさ、タトゥーまで消えるって言ってたじゃん？そこまでかどうかはまだわからんから。ちょいとお待ちください。はい、油性マジックで描いてみました。ちょっと01番の象牙でやってみようかな。うん、うっすら見えてんね。もっと違う色が良かったのかな。自然色を重ねてみるか。お顔にも塗ったやつね。あ、ちょっと、この自然色だと目立たなくなってきたんじゃない？だいぶ重ねてるけど。もうついでだから一番、ヌードベージュも重ねてみるね。おぉ。相当重ねたらいけんことはないね。うん。はい。てなわけで、まあ、カバー力は、まあ、問題ないかなって気がしますね。ここまでだって書くことないもんね。はい。というわけで、半分だけの私でございますけれども、今日の検証はこんな感じでございました。まあ、ノボーはありかなって感じです。はい。今日の動画、いかがだったでしょうか？チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。結構、すごいんじゃない？ノボー